ばんは、ザバースデーの千葉英介です。みんなはまだだけど千葉さんだけフライングでこのスタジオに先に入ってくれました。早くやりたいってね、まあ、ずっとおっしゃっていただきましたが、やっと9時を回りまして、はい、今日はザバースデー生スタジオです。よろしくお願いいたします。どういう風なの？え？こう、なんかそう番組みたいなやつ、こう、明日ライブですよね。明日ライブなんで、その意気込みとか、あとメッセージもたくさんいただいているんで。ああ、そうなんですか。そうなんです。じゃあ今日のメニューご紹介していきます。この後は、そうなんです、このザ・マジェスティック・サタデー・ナイトはロックを感じる2時間、洋楽邦楽問いません。そんなわけで2時間もやるの？そうです。すごいですね。いやいや、そんな前半戦はもうバースデーに頼り切りますから、よろしくお願いしますね。任せてください。はい、この後はザ・バースデーメンバーも増えて生スタジオでございます。さらに後半はカーネーションの2人からのメッセージも到着。そしてジュン・スカイウォーカーズ9月7日リリースのニューアルバムファンファーレからの新曲をどこよりも早くオンエアさせていただきます。さらに来週に迫ってきたサマーソニックのチラーリ特集もやっていきたいと思います。そして皆さんからのザ・バースデーの質問やメッセージリクエストをお待ちしております。心.jp のリクエストプレゼントのバナーをクリックしてお寄せください。お待ちしております。さて今熱い戦いが千葉さん繰り広がってるじゃないですか、リオでは。あ、リオね。リオよ。こっち？そっちそっち。今世界的な話になんかちょっとしてみて。もう俺にそういうなんかさ、はい、話しない方がいいんじゃないですか。いやでも千葉さんといえばリオオリンピックを応援する CM のナレーションもやられているじゃないですか。はい、ねえ、うん、かっこいいです。知ってんな。いや私すっごいテレビをなんかそのオリンピックのニュースを見ると必ず千葉くんのあれが出てくるんですよ。まあ、いやね、そう、嬉しいですね。すっごいね、男前の、ね、会社のそのオリンピックを応援する、はい、あの一言言ってもらえませんか。ふざけんな。あ、嘘、すいません。じゃあ大丈夫です。ぜひ皆さん YouTube とかにも上がっていると思うんで、興味のある方はチェックしてみてください。では頑張れ日本という意味も込めましてこの曲をお送りしますよ。また全然これ別なストーリーだっていうかね、はい、日本を応援する気持ちは変わらないと思います。椎名林檎日本。千葉木真由美がお送りしておりますザ・マジェスティック・サタデー・ナイト。ではここで改めてご紹介いたしましょう。今夜のトゥナイトセッションはこの方々に来ていただきました。では自己紹介をお願いいたします。ザ・バースデー千葉英介です。桑原和之です。平井春樹です。ということで今夜はお三方に来ていただきました、はい、ギターの藤井さんは現在まだ北海道にいるんですか。来てんじゃないの大阪。そうですね。今日はこのお三方ということでございますが、早速メッセージもいただいております。リマリマさんは京都府長岡京市の女性です。まさかの前乗りですか。前乗りです。千葉さん飲んでますか。持ってこいビール。もうなくなっちゃったんだ。ないよ。ないんだ。結構ロングだからいけてると思ってたんですけどね。すいません。さあということで今日は明日、服部緑地野外音楽堂でライブがあるザ・バースデーからお三方に、前乗りで前日入りで来ていただきました。当番組にこうやって生で来ていただくのは初めてなんです。一応。あ、そうなんですか。まあ、そうっていうかほら、かつてはねいっぱいこう、来ていただきましたけど、特に春樹さんとかは生放送、ね、千秋さんとこうやって話すの初。いやだいぶ久々な。だいぶ久々ですよね、うん、バースデー入った頃はまだ20代の春樹くんがもう、そうですね、もうね、もう33です。わーおという、だんだん大人に。そうです ね、 ねだってバースデー始めた頃には30代いたんだけどね。知ら20代。じゃあこっちはうちらは30代でしょ。俺も、うん、嘘つけ。お前何歳だよ。嘘つけてんだ。引き算したらそうだろう。いやでもそうじゃない。そうでしょ。そうでしょ、うん、そこと、そういうこと、そういうこと、きっと
ね、でも去年がザ・バースデーは10周年だったという、はい、おめでとうございました、うん、去年じゃない、まだ続いてんじゃない、10月まで10周年じゃない、あ、そっか、10周年だから10周年って言っていいはずだな、あ、なるほど、ああということで10周年で10周年で売ってきます、はい、じゃあよろしくお願いします。さあ、ファンの方からいろいろ質問も来ていただいているんですが、すごい小原さんめちゃめちゃ焼けてますけど、そうですね、これ毎週のように皆さん野外フェスじゃないですか、ええ、そういうことですか。いや、それと全く関係ないんですね。あ、これはもう日頃のなんか日常生活がこうなっちゃう、プール行ったりとか、プール行ったりとか朝っぱらから駆け回ったりとか、すごいいい色に Q さんは焼けてらっしゃいますがさあ、夏といえばこれだというエピソードがあったらお聞かせくださいとはアッコさんから来ています。この方は、私はガリガリ君が定番です。さあ、千葉さん、夏の定番なんかありますか。いやー、ないな。夏は必ずこれを、夏も冬も、うん、秋も春も、うん、全部好きなんだけど、はい、夏になるといつも思うのは、革ジャン着たいなと思う、夏に、うん、どうしてわざわざ早く革ジャン着たいなって思うっていう、あ、うん、次の季節を思うみたいな、なのかな。千葉さん夏生まれですよね。あれ、あ、そう、ね、生まれ、お誕生日、夏の誕生日、はいはいはい、生まれ、お生まれですよね。なんかこうその季節が好きって特にあったりします。ないないないですか。さあ、小原さんの夏の定番。夏の定番ですか、なんでしょうね。まあ夏やっぱ日焼けしてるぐらいがいいかなっていうのは、うん、女子も男子もっていうのは昔。でもなんでお前そんな日焼けしてんの今。でも Q さん毎年焼けてますよ、ね、毎年でなんか夏はこのぐらい焼いてないとなっていうのが焼けてないとな焼けてないとこう気が済まない。あ、でも今ね、あんまりよろしくないんでしょ、なんか焼くのがね。あ、そうなの、その何、紫外線が、あ、なんか塗って焼いてんでしょ。いや、何も普通にこう、マジ直焼き、直火焼き、直火焼き、直火焼き、なんか塗った方がお肌的にはいいような。でも昨今プール行っても皆さんね着てるじゃないですか、うん、全身あラッシュガードっていうんですか、こう長袖のなんかね、うん、あれ焼かないために着てる、そうそう、紫外線を少しでもっていう、だから多分そのさ、いろんな物質でその後まめに病にならないようにじゃないかな、だからね、クッキーフェイスとかさ、夏目雅子とか焼いてる時期ってのはもう時代遅れなわけですよ。今はもうね、なんとかプロテクトしようという時代ですけど、でもじゃあ Q ちゃんの夏の定番はこのところ日焼け、日焼けさあ、一方全然日に焼けてないそうですね、春樹くんですか。俺も季節感なく生活してるんでそれこそ昨日髪切りに行った時に、なんか夏っぽいことしましたって聞かれたんですけど、うんうん、美容師、うん、頭洗われながら美容師さんってでもそういうトークやっぱされますよね。そうですね、あんま好きじゃないんですけど、うん、ある黙ってていいよっていう時ね。そうですね、いやないなって言って話終わっちゃって。髪型とかは夏だからちょっとこうしようとかあるんですか。あ、ないですね。もう大体同じ風にしてくださいっていう。うん、何も言わないでもこうなってます、ね、最近。さあ、そんなあたりで大丈夫でしょうか、小さんの質問でした。ありがとうございます。さあ、というわけで明日は服部緑地野外音楽堂ということで、はい、ぜひ、ね、スペシャルアザーズとザバースデー2番。はい、と昼間なんだよね、昼間、うん、3時、いや夕方ぐらい、そうですね、3時30分からそう、てっきり夜だと思ったんですよ。あら、そうなんですね。なんか昼間です、昼間です、うん、だからまだ日が高いうちですから、うん、皆さん日焼け対策とかごめん、夜して、ええ、そう、昼間ですよ、放送事故になりません、大丈夫大丈夫何言ってさあ、そしてじゃあこの番組サタデーナイトということなんですが、だいたい土曜日の夜っていうのは皆さんどんな風な過ごし方ですか。です、ね、曜日、曜日、ね、曜日の感覚がまずないか、ないなりわいなものでもなんかこう街に出るじゃんか、うんうん、こうそしたらさ、金曜日の夜とかさ、すげえなんかいっぱい酔っ払いのやついたりとかして、花金、うん、花金、うん、花金土曜日はね、もうちょっとおとなしいイメージかな、うん、
あーそうかもですね、うん、金曜のがはじけてるかも、ね、金曜はなんか街ははっちゃけてくるんですよ、うん、昨今は。でもそうかそうか、このところはバースデー結構いろんな各地のフェスに行く週末が多いと思うんですけど、そういう時はどんな過ごし方をその街々では皆さんしてるんですか。街々でちゃんとホテルに泊まって寝てる、ね、ちゃんとこう体力温存して、いやで飲みに行く人は行く行く、割とじゃあそこはみんなバラバラなんだ、みんなバラバラです、ね、うん。明日はスペシャルアザーズは面識とかはあるんですか。あるんだけどよく知らない。じゃあ明日ちゃんとライブや一緒にやるのは初。いやあの、ね、何度かは広島で、ね、うんうん、ツーマンやったことあったんです。あ、そうなんですね、うん、じゃ あるんですよ。明日もなかなかいい、ええ、ちょっとこう変わったというか、あんまりなんか予想のつかない対バンって感じがしますけど。そうですね、うん、まあ、新鮮、せっかくなんで、うん、ね。でイベントのタイトルがですね、例えば僕が踊ったらというタイトルがついてます。まあこれは、うん、もちろんあなたたちの意思じゃないかもしれませんけど、でもバースデーも踊れるよねっていう音楽ですもんね。うん、踊っていただければ。踊っていただければ、幸いなんですけど。はい、じゃあ曲を聴いてみたいと思います。しましょう。はい、千葉さん、じゃあこの曲を。どれ。ね、そのページの一番下に書いてある曲ですね。ザ・バースでマザーお願い。フォーラスステーション FM 心、千秋真由美がお送りしております、ザ・マジェスティックサタデーナイト。今日はザ・バースデーから千葉さん、久原さん、そして春樹さんの3人に来ていただいております。後半もよろしくお願いします。お願いします。千葉さん、今柔らヘッドホンかけましたけど、この BG が気になりますか。そうなんですね。はい、テキーラーって気持ちいい。そうなんですね。いい曲ですよね。すごい飛んできたけど。いい曲、ね、さあメッセージいただいてます。味噌スープさんは大阪市西淀川区の方です。今夜はザ・バースデーめっちゃ嬉しい、さっき仕事終わってラジコで聞いています。先週石橋亮さんの先月バースデーライブに行って千葉さんを見ました。おお、ありがとうございます。でラジコで聞いていたら、うん、電車乗り越して次の電車まで20分ということでね、今これを聞いてくださって。面白いよね。え？その子でしょ。そうです、うん、大丈夫、千葉さんは電車乗り越してないですからね。電車乗らないもん。あ、乗らない。乗りますさて、こちらは明日の服部緑地野外音楽堂でのライブ楽しみにしています。明るいうちから外でビールを飲みながら見られるなんて最高です。とても暑そうですけど負けずに頑張ります。千葉さんは業界でも有名な晴れ男。そうですね。あ、いや、みんなそうよ。あ、そうなの。バースデーね、めちゃめちゃ晴れるんだわ、うん、いや明日はねそんなに晴れなくても。あ、だからね、それはねそうそう、そうですね、晴れ男なんだみんな。ちょっと曇ってるぐらいの方がいいってこと、うん、それがまあ降らなければいいっていう。まあそうですね。で、まあでも、もうね、キュウさん、キュウちゃんもほら日焼けあれだからやっぱ晴れたい。こういう日はいいけど千葉さんもでも最近ベランダに椅子を買ったってさっき言ってましたが。違う、一昨日で。あ、一昨日。一昨日買ったんだよ。じゃあこれからちょっと日焼けしてみようかなみたいな。ちょっとね。お、いいじゃないですか、うん、でもそれを開くのがめんどくさいんだわ。あ、何その椅子を。ちょっとそういう長い椅子みたいなやつなんですか。こうリラックスするような開くってことは、あのだからなんつうの、リクライニング、ロッキンチェアみたいな。おお、まあ、そのぐらいであってほしいですよね。なんかね、大衆酒場の丸椅子みたいなってあれね、お尻が開いてるんですよ。あれが三脚ぐらいあっても嫌だよね。単純になんかそれ、ホタル族みたいな。そうそうそう。やっぱタバコは外で吸おう的な。リクライニングですよね。そうですよね。あら、素敵じゃないですか。この方、ルークさんですけれども、夏の野外ライブでの思い出は何か、印象に残っていることはありますか？春樹さんのことを。あ、なんだろうな、野外ライブの印象。あ、俺あのプライベートで、はい、あのフェスっていうものに行ったことがなくて、うんうん、だいたい出る側ですもんね。そうなんですよね、出たことしかなくて、で 2,3 年前にフジロックに行ったんですね、初めて。あ、その時はたまたま出てなかったんだ。出なくて、はい、その年。でもこれは
やっぱ見に行くより出てた方がいいやと思いました。あれもうどうして疲れちゃって。あ、まあ、結構いろいろ遠いですからね。歩きすぎて。そう、歩くんですよ。でそう、翌日が千葉さんの GWF、うんうん、ゴールデンウェットフィンガーズ、はい、それを見に行ったんだけど、うんうん、寝坊しちゃって。で、歩いてたら、なんか、千葉さんの声聞こえてきて、うん、なんか、時間前なんだけどなと思って、走ってったら、うん、朝一だったから、リハーサルやってただけで。あー、でも焦ったんだね。なんとか、でも、なんとか間に合って、よかった。そうか、Qさんは何かありますか？野外の。まあ、まあ、結構、やってますけど、こうなんか夕日が見えたりとかさ、うんうんうん、そういう景色がっていうのが野外の醍醐味っていうか、そうですね、まあパーンと開けてるっていうのが、うんうん、ね、行くたびかありますよね。夕日綺麗とか人の景色が綺麗とか緑綺麗とかさ、うん、でもそういう意味では日差しの中で明日はね、昼間だから結構明るい中でライブやるっていうのはなかなか、そうですね、こっち側に日向いたらすっごい眩しい顔してるわけですよね。きっとこうやってね。服部緑地野外音楽堂はやったことあるんですか？これはあのバグダッドカフェ、なんとかなんとか、あ、トレンチタウン、なんとかなんとか言っちゃった。僕は春一番で出たことある。あ、そうか、うん、そうですよね。これ服部緑地春一番っていう、そういう春一番って人じゃなくてイベントが。今それは誰なの、そういう人がいるの？春一番。え、そうなの？いいぞ。あ、ハルキ君も分かってるよ。うん、分かんなかった。あ、そういう人がいる。関西の方はおなじみなのかしら。はい、という、ことでたくさんメッセージもいただいておりますが、この明日の例えば僕が踊ったら、対バンはスペシャルアンザーズ、チケットは即日ソールドアウトになりましたが、そうなんですよ、速乾なんです。明日のライブを皮切りに全国各地でこの後は対バンライブが結構多いですね。そうなんですよ ね、 ねえ、これはどうして、まあお呼ばれしたこともあるだろうし。そうなんですね、お呼ばれしかない。あ、お呼ばれなんですか、お呼ばれバンドです。でもさ、そうやってお呼ばれしたら割と気軽にいいよってやる。呼ばれたら、はいっつって。あ、そうなんですね、はい、今月末はこれ東京なんですけれども、ブルーハーブと8月24日、9月11日は、ノーベンバーズと、そしてこれはピローズにお誘いいただいたって感じで名古屋、うん、ねえ、うん、全部そうだ、あ、全部お誘いって俺たちから来ない言うわけないじゃん。そっか、私パフィーは誘ったんじゃないんだね。逆に誘って来てくんない人ばっかりだ。うちだから行かないと。本当だね、うん、パフィーは千葉くんが曲を書いてたこともありましたよね。はい、そんなご縁からですかね。かな、でもこれタケシのイベントだよな。そうだね、うん、あ、そうなのね。うん、あのリジェント、プロデューサーの、うん、石川武ってやつ、プロデューサーっつうか、まあ、イベントしたくていいよ。じゃあその方のイベントで一緒に対バンになる、うん、はい、そして10月14日なんと SA ともやり、はい、そしてその後スクービードゥとも、はい、というシリーズが終わりまして、その後、ワンマンツアーがスタートします。ザ・バースデーシャムネコの絶叫ツアー2016、関西は11月9日水曜日、滋賀 B フラット。滋賀 B フラットは、さっきちょっとチラリと聞きますと、春樹さんが、そうなんです。ちょっとやってみたかったというか。やったことがあって、昔。あ、そうなんですね。それはバースデー入る前。入る前。19、20歳ぐらいの時。え、久々？で、その時、うん、ライブした時に、お客さんがいなくて。うん、で何人ぐらいだったんですか？一人とか。ええ一人？うん。かなりそれ。CD 出したばっかでツアー回り出しちゃったんで誰も知らない。そうか。じゃあこの日はきっと満帆になるであろう。そう、そこでお客さん入ってる感じのライブをしたいなってポロって言ったら本当に入れてくれて。なるほど。じゃあ。はるきさんの念願かなっての11月9日水曜日、滋賀 B フラットです。皆さんよろしくお願いします。B フラさ、普通にあんま抑えないよな、そこな。F のセリコードコードの話今すぐそれ言われてる。
え、そうなの？あんまり抑えないの？あんま抑えない人は。そうか。ジャズの人は抑えるか。ああ、ロックはあんまり使わないのかな。あんま使わないよね。B フラのセッションは難しい。難しいか。そっか。そういうもんなんだ。だからルートが違うからな。うん、やっぱりそこはね、もう重大な問題ですよね、桑原さん。もう僕は叩けば音が鳴る楽器なんでね。B フラって言われても。ねえ。さあ、そして11月30日水曜日は大阪ナンバーハッチです。両日公演とも9月24日からチケットは発売となります。このシャム猫の絶叫というツアータイトルはどこから千葉さんついているのでしょうか。適当です。新曲のタイトルとかじゃないの。全然違います。あ、全然違うんですか。そうなのね。猫といえば春樹さんですけれど。あ、そうですかね。あのね、猫の、あの本っていうか、あの、あ、出たこともありました。愛猫のお名前を聞いてもいいですか。とんかつって言います。え、とんかつ。とんかつって言うんです、名前。とんかつ、食べるかつ。あ、そうですね。あ、猫とんかつちゃんなの。とんかつちゃんって。どうしてとんかつ。何も意味ないんです。あ、そうね、色がとんかつ色とかそういうじゃないです。あ、じゃないんだ。あんまりとんかつ色ってにしろよ。あんた、それいい服着てね、とんかつ色でっていうのはなかなかないですよ、ね、いや、だからほら、こんがりとしたさ。きつね色でいいじゃん。ああ、ごめん。だから先輩がね、いや、あなた、その茶色に素敵なとんかつ色って。キューちゃんも素敵なとんかつ色にやっててみたいな。いいね。ありがとうございます。さあ、そんなわけで明日いよいよライブが近づいてまいりましたが、明日はどんなライブにしたいでしょうか。明日頑張ります。頑張ってください。はい。たくさんメッセージいただいてます。こちらはゆうさんは、女性の方ですね。そして、堺市からはゆきおさん、そして高知からりたさんなどなど、皆さんたくさんの、ザ・バースデーの皆さん、レコーディングとかはされてますかとりたさん書いてらっしゃいますが、これからの予定は。まずは明日を頑張るっていう。もう一歩一歩ですね。今千葉さんがいい感じで踊ってくれても、今はまだ言えないけどみたいな。でもぜひ。じゃあじゃあ言えないじゃなくて、うん、できてないんだわ。ああ、でもまあもちろんこれからやるよやればいいんでしょ。今やればいいんでしょみたいな言い方で。やりたいです。ああ、そうなの。私こっからはね、ちょっと角度が悪くて見えないんですけど。いや、でも明日はすごい楽しみにしてますし、この夏いろんな対バンで刺激を受けることも多いんじゃないですか。うん。大概あの、なんつうの？今あのさっき言ってもらったあの。台湾のレンチビジョンか、はい、ブルーハーブのベンバーズ、ピローズ、パフィー、SA、スクビドゥ、うんうん、まあやっぱ好きだからね、うん、好きっていうかね、うん、こう一緒にやったら面白いなって思うからやるわけで、うんうん、のでぜひそのまあ今俺たちバースデーだけど、バースデーその台湾のレコードとかもなんか聞いてほしいな。あ、そうですね、うん、明日はまずはじゃあスペシャルアザーズとの通談ということで。そうですか。そう、明日も楽しみ。明日やるのか。そうですよ、明日やるんですよ。ね、昼間なので水分補給を皆さんしながら、はい、うん、明日ねちょっと面白いことあるよ最後。おー、え、そうなの。あ、もうこれ以上は言うたらいかんということで、皆さんぜひ楽しみにしていていただきたいと思います。今日は本当にライブ前の貴重な夜の時間わざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。またいつでも千葉くんこんな曲かけたいなっていう時は大阪のこのスタジオで待っています。大阪まで来て。大阪まで来て。キューちゃんも、そして春樹くんもぜひまたスタジオにいらしてください。藤井さんには明日よろしくお伝えください。はいはい、ということで、今夜のトゥナイトセッション、バースデーの千葉祐介さん、草久原和幸さん、そして、平井春樹さんのお三方に来ていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、最後にこの曲をご紹介ください。ザ・バースデーでなぜか今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。